平成25年度西和賀町立沢内小学校第3回卒業証書授与式を行います。第41号卒業証書、中村翼。ありがとうございます。第53号卒業証書、高橋真理。ただいま19名の卒業生一人一人に卒業証書を手渡しました。その時の卒業生の目の輝きに6年間の教育の成果を見る思いがして大変嬉しく思います。これから新しい未来に歩み出そうとする皆さんの輝かしい前途を心からお祝いいたします。沢内小学校の卒業生としてこれからの人生の中でも望みを高く心豊かにたゆまず強く育っていってほしいと思います。皆さんは4月から中学生となります。新しい環境に戸惑うこともあるでしょうが、小学校の6年間で培った力をもとに先生方の指導、助言をしっかりと聞き、同級生や先輩方とともに充実した中学校生活を送ってください。